東京空旅にお越しいただきまして誠にありがとうございます。まもなく13時よりこちら空町広場におきまして東京空町2024年節分祭空町豆まき式開催いたします。節分の本日福を呼び込む豆まき式ぜひご案内いただきたいと思います。皆様ご了承ご参加ください。まだお子様を肩車されているお客様いらっしゃるかと思うんですけれども、恐れ入ります混み合ってまいりまして押し当たりされますと大変危険となります。どうかお子様を降ろしていただけますようご協力よろしくお願いいたします。安全第一で皆様にお楽しみいただきたいと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。それではまもなく開始となります。今しばらくお待ちください。いただきまして誠にありがとうございます。本日この豆まき式の進行を務めます北条あかねと申します。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さて本日ですね2月3日節分の日ですが、皆様本日がなぜ節分というのかご存知でしょうか。節分とはですね季節を分けるという意味で立春や立夏、立秋、立冬と1年に4回ある、その季節を分ける日の前の日を言います。今年のですね1年の最初の節分にあたる立春の前の日に今年1年間の無病息災を願って地域ごとに様々な行事が行われているんですね。そしてこの節分の行事といえば、本年の恵方の方角を向いて食べる恵方巻きも有名ですが、やっぱり鬼は外福は内の豆巻きですよね。昔から季節の変わり目には邪気が横島巻きと書いて邪気がやってくると言われてまして、節分の日に鬼は外と福は内という掛け声と一緒に福豆を巻いて邪気を払うようになったんだそうです。また豆を巻くことにも意味がありまして、豆は魔物を滅すると書いて豆と呼んで邪気を払う力があるとも言われていたらしいですね。皆様ご存知でしたでしょうか。ではさてこの節分の豆巻きといえば、あの歌舞伎役者さん、また有名人の方々が豆をまく浅草寺の節分会が有名となっていますが、ここ東京空町でも今日は空町の豆まき式としまして、ゆかりのある方々が集まっていただいて皆さんと一緒に空町ならではの豆まき式やっていきたいと思います。それでは早速そのご登壇いただく皆様をご紹介してまいりましょう。はい、まずは東京スカイツリー公式キャラクターそらからちゃんです。そらからちゃんどうぞ。皆様拍手をお迎えください。はい、そらからちゃんよろしくお願いします。そして続きましては地元墨田区の人気キャラクターおしなり商店街からおしなりくんです。おしなりくんどうぞよろしくお願いします。そして空町からは平山東京空町館長よろしくお願いいたします。さあ続きましてですね空町の各
店舗を代表していただきまして、粋な接客で大人気の店員さん方にもご登場いただきたいと思います。まずは1階8番地、こちら空町広場の目の前でステージの右手にありますね、1300種類以上に及ぶアイスクリームフレーバーの中から季節に合わせて31種類をセレクト、アイスクリーム専門店サーティワンアイスクリームから玉塚きららさんです。よろしくお願いします。はい、続きまして4階10番地、ウルトラマンシリーズが好きな全ての方に3世代にわたって愛されるウルトラヒーローグッズがたくさん、日本を代表するヒーローウルトラマンのオフィシャルショップ、ウルトラマンワールド M78 から菊池光正さんです。よろしくお願いします。そして3階9番地、さあ出かけよう、荷物と感性を携えて日本の文化が携えてきた温かい感性から作り出した日常を豊かにするバッグをご提案、モノグラムの軽いナイロンバッグが大人気、ガジェットから石倉夏美さんです。よろしくお願いします。はい、それでは浜塚さんと菊池さんと石倉さんにもお願いしたいと思います。さらに続きまして本日のスペシャルゲストをご紹介してまいります。東京スカイツリーのお膝元、東京水町の前に部屋を構えていらっしゃるナルトウェアから本間さん、そして報酬団さんです。ナルト部屋からお越しいただきました。よろしくお願いします。それではですね、せっかくスペシャルゲストをお越しいただきましたので、ちょっと質問していきたいと思います。ではですね、まず本間さん、マイクを受け取りいただきまして、この東京空町でお気に入りのお店あったら教えてください。僕は、いいところが結構好きなので、洋服屋さんに行くんですけど、アルファ、アルファでよくお買い物されるんですか？たまにですけど、ぜひですね、本間さんとお伺いさせていただいて、アルファに印象を運びいただければと思います。では本間さん、この2024年の抱負をお聞かせください。はい、怪我をせずですね、番付を上げていって、でどんどん地元の日本返しにできたらなと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。今日続きまして報酬団さんにもお伺いしていきたいと思います。今日その 2月3日、節分の日ですが、鳴門部屋で何か節分豆まきですとか恵方巻き食べたりとか、何か節分イベントってやったりするんですか？そうですね、今日朝稽古中に講演会の方から恵方巻きいただいて料理を食べたいと思います。あ、楽しみですね。恵方巻きはやっぱり量が多かったり太かったりとか、皆さんお相撲さん食べる量ってどんな恵方巻きなんですか？恵方巻き食べて普通のご飯も食べます。恵方巻きプラス普通のご飯も食べる。恵方巻きはやっぱり1本じゃ効かない感じですか？まあ、そうですね、ちょっとお金としてで他のものを買う。ありがとうございます。たっぷりと味わっていただきたいと思います。では報酬団さんの今年の抱負をお聞かせください。今年は初場所をおめさか勝ち越すことができたので、今年は一番の方向で皆様に期待していきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは皆様、ぜひナルト部屋のお二人、応援よろしくお願いいたします。こうしたとっても豪華なメンバーの皆様で、これから豆まき始めていきたいと思います。さてですね、節分には豆まきをした豆を自分の年齢にもう一つ1足した数だけ食べると、その1年健康に過ごせると言われています。これから壇上の皆さんが袋入りの福豆を掛け声をかけながら巻いてまいりますので、ぜひしっかりと受け取っていただきたいと思います。またですね、壇上の皆様が配る福豆の袋に当たりくじが貼り付けてある場合があります。その当たりの引いた豆お持ちの方はですね、ぜひこのイベント終わった後にステージの右手にありますスタッフがおりますカウンターまで、そちらの当たりくじをお持ちください。素敵な景品プレゼントいたします。そして豆まきの投げ方や掛け声はいろいろありますが、まあオーソドックスに鬼は外ふわっちといきたいと思いますので、皆さんもぜひ合わせて掛け声の方よろしくお願いいたします。また恐れ入ります、混み合ってまいりますので、お子様肩車されている方、おっしゃったりする
し転んだり倒れたりすると大変ですので、下ろしていただけると嬉しいです。安全第一でお楽しみいただきたいと思いますので、申し訳ございませんが、ご協力よろしくお願いいたします。じゃあ、ステージ近くのね、ちびっ子たちはぜひキャラクターからお越しくださいね。多くのお客様には、大人の方が肩掛けて投げていくんで、しっかりとこっちにくださいとアピールお願いします。それでは参りましょう。皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、それでは行きましょう。せーの、鬼は外、福は内。まだまだありますよ。鬼は外、福は内。鬼は外、福は内。鬼は外、福は内、福は内、おりは外、福は内、まだまだありますよ、おりは外、福は内、おすごい、おりは外、福は内、あ、でも結構飛んでますよ、おりは外、福は内、福は内、おりは外、福は内、おりは外、福は内、おりは外、フワーチー、ありがとう、フワーチー、ごめん、まだまだありますよ、まだもらってない人、ありがとう、フワーチー、ありがとう、フワーチー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 、待てないと、フワーチー、フワーチー、フワーチー、もうちょっとずつかな、まだまだまだありますよ、まだまだあります、フワーチー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 、一番後ろの方、皆さんどうですか、フワーチー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 、手首だけのスラップで結構遠く行くもんなんですねすごい、フワーチー、フワーチー、わーい、動物たち、わー、届いてる届いてる、おりは外、フワーチー、おりは外、フワーチー、おりは外、フワーチー、もう残り少なくなってまいりました、まだもらってない人、まだもらってない人、おりは外、もらってない人、
るよーうちアリアーストよーうちアリアーストよーうちアリアーストまだもらってない人はい、ということで皆様しっかりと受け取れましたか。ぜひですね、自分の年齢1足して健康祈願してから召し上がりください。ありがとうございました。そしてご登壇いただきました皆様もどうもありがとうございました。どうぞ拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ、皆様が健康な1年を過ごしいただけますように私どももお祈り申し上げます。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。こちらでは豆まきをしましたが、本日節分にちなみまして各店では様々な恵方グッズ、恵方巻き、そして節分グッズなどを取り扱っております。そしてですね、こちらでは鬼の上のワークショップも行っております。